今日紹介する場所は、まあ、自分の地元のホームグラウンドである大洗港がメインになりますね。今日はですね、あいにくの天気、まあ、22号の台風がちょうど来まして、釣りづらい状況ではあるんですけど、アジはですね、シーズンオフっていうのがだいたい2月が水温が下がってシーズンオフになるんですけど、まあその他年間通して狙える面白い魚であって、今年のアジはサイズがいいのがやっぱり4月5月ゴールデンウィークがやっぱり一番良かったですよね。とこれからの時期になると、まあ数がアジ自体がどんどん漁港から抜けていくんで、今度ボトムを狙っていくような釣りになって、トリッキーなアジ釣りが楽しめるっていうのがありますね。はい、ということでティフトフィールドテスターの海老沢です。通称ブーです。よろしくお願いします。ブログでおなじみブーフィッシングスタイル、北関東のアジングメバリングを嫁と一緒に皆さんにご紹介したいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで街灯をつきましたね、やっと。で、今回今から使うのが UTR67 のですね、スラムですね、と VR ヘッドの 0.4 吸い込みタイプのですね、リトリーブのタイプじゃなく吸い込みのゲープが開いてる方ですね。で、ワームがリザードテールスイッチブルーの 2.4 インチですね。シラウオをイメージしてチョイスしてみました。ワイプの方がリザードテールの 2.4 赤金を使います。そうは自分の方が柔らかくて、で、ワイフ、嫁の方が若干固めになってます。PCR70S、これです。この柔らかい竿で当たりを出して取るのが正解か、それともちょっと硬い竿で取るのが正解かをちょっとやっていきたいと思います。じゃあ行きましょう。やっちゃいましょう。負けません。こういうところはもう街灯がついてますんで、その明暗が手前に、きっちり横に堤防の明暗ができてるんで、そこをきれいに探っていくっていう釣りですね。あとはもう船なんかの明暗もあるんで、いろんな攻め方あるんですけど、まあ、まずはこの街灯の切れ目を狙っていきたいと思います。飛びますね、いい竿。ラインはですね、ジョーカーの 0.35 で、リーダーがジョーカー用コンパクトショックリーダーの 0.85 ですね。この竿はもう本当かける竿、もうティップで感じる、人が目で見て分かる当たりの時にもうすでに手元にコンコンって感じるんで、すごく当たりとして合わせるのは合わせやすい竿ですね。当たりがすごいあります。あれ、ライトはついてないか、そっちの街灯がついてない。今日だけなんすかねあそこがついてくれないと魚集まんないんですよね。大きめです。もう着地してカウントと、あ、やばい、かかっちゃったっていうか、花だ。はい、はい、釣りましたよ。やられたもんな、これ釣っちゃいました。いや、花台釣っちゃいましたね。はい、ありがとう。ちょうどそこに根があるんですよね。その魚礁の周りに花台がついたり、いろんな魚がついてきますね。おー、ライズしてる。手前際でなんかライズしてますね。なんだろう。ああ。チキショ。なんですかねこれ。もう明暗の本当境目で今食いましたね。中層でしょこれ。違う？ボトムではないよね。最近で一番大きいサイズは、ここは今のところ24センチが最高ですね。
ただ数がそこまでは出ないんですけど、やっぱ他のところの港に比べると若干大きいかなっては思いますね。ここの明暗だけちょっと作っといてほしいですね。消さなくてもいいんですけど、この横明暗ができてた方が、手前やっぱ明暗でしょ、手前のね、はい、ね、ライトつけない方がいいかもしれないですね。今ライト消した時に当たりがあって、やっぱ明暗にタイトにアジがついてますね。ちっちゃいんだな。わかるよ、ちょっと竿が硬いから弾いちゃうのかもしれないね。おっしゃー、来たよー来たよー。なんだこれは、なんだこれ、メバちゃんだ。メバルちゃんでしたねこれ。メバちゃんちっちゃい、かわいいサイズですね。やっぱいい引きしますね、ちっちゃくても。バイバイ。この辺のメバルは基本的にやっぱ震災後すごく少なくなったのは少なくなったんですけど、やっぱ沖に点々と根があるんで、ちっちゃい、まあ生まれたちっちゃい個体が徐々に徐々にではありますが、やっぱ増えてはきてますね。やっぱそしたらアジアちょっとボトムかもしんないよ。風でこれ04だと流されちゃってるのかもしんないな。そんな怒んなくてもいいんじゃない。なんだよこれ。引っかかっちゃったもんな。引っかかっちゃったよ。気合入ってんな。流れが今日違いますね。いっちあげる、いっちあげる、いっちあげる。今当たりがカンってあったんですけど、その時に加えてケツだけ多分加えたんですね。そしたらちょっとワーム変えます。今度はビーナス、ビーナスの 1.5 インチからオレンジですね。あれ座っちゃったもんな。これ早くパターンを掴んで、これ嫁に釣らせてあげないといけないですからね。ケツだけ持ってかれましたね。吸い込み切れてないですね。よし、来た。あー抜けたね。今のは味っぽいね。まあ、ジグヘッドの差ですよねこれ。今嫁の方が当たりが多かったり、あとはさっき花台釣ったりっていうのがあるんですけど、自分が使ってるのが VR ヘッドで、で嫁の方がブルヘッドで、嫁の方のブルヘッドは口がこう開いてるんで若干水の抵抗を受けやすい、軽くても受けるっていう。で今満潮からの下げが効いてるんで、その下げをが効いてるとこにちゃんと流れに噛んでくれてるから、ちょっと超過が出てるのかなっていうのがありますね。ちょっとジグヘッド変えます。今使ってたのが吸い込み、ゲープが開いてて、で今今度つけるのがリトリーブの方で、吸い込ませて吸い込み切らなかったんで、それはこのゲープが開きすぎちゃってるんで、逆にゲープがちっちゃい方が違和感なく今度ちっちゃいのに対して吸い込むかなっていう、あえてリトリーブの方で吸い込ませるっていう逆の手をやってみます。いきましょう。
なんだ、ちっちゃいな。いやー、ちょっと正解に近づいたような気がしますね。いやー、流れるな、ジグヘッドが。06が正解なのかな、これ。ジグヘッド変えます。ブルヘッドに変えます。ちょっと風も強くてルアーが流れちゃうので、これブルヘッドの 0.6g ですね。嫁さんのパクリですね。でビーナスのオレンジをつけますね。よし、釣るよ。次釣るよ。来たよ。来ましたね、ボトムで。よし、アジちゃんです。アジちゃんです。やったよ、これアジちゃんですよ。がっぷり。あれ、来てた。ギリギリだった今。ということで、とりあえず1匹やっと出ました。ブルヘッドの 0.6g にとビーナスですね。この感動、嫁にもね、ワイフにも味わわせたいっすね、これ。でもゆか、今のかかったのやっぱり明暗なんだよね。明暗で若干今ゆかが使ってるワームだとケツに反応しやすいのかもしれない。カメラさんにちょっといいですか。今同じジグヘッドは同じなんですけど、活性が高ければ横から食ってくれたり、まあスポッと入ってくれるんですけど、今若干活性低いんで、このピロンピロンがこんだけちっちゃいんですよね。そうすればその分食いやすい、反応しやすいっていうのでの超過だったのかなとは思います。今はこれであと 2,3 本魚が追加できれば今日のパターンは決まりですね、これ。おっしゃー。さあ、なんだ、メバルだっつって。メバルがっぷりですね。でも今のはもう明暗から今度暗いとこに来て、でワンアクションちょんちょんって入れた瞬間にガブって入ってきましたね。キャストしてここできっちりボトムを取ってあげないとダメですね。この大洗だとだいたい今 0.6g なんで、だいたい 10秒から15秒の間、まあ潮位の関係もあるとは思うんですけど、潮位とか流れの関係もあるとは思うんですけど、だいたい15秒ぐらいカウントしてあげて、あとはきっちり本当明暗を通してあげる。今明暗見えますよね。これ明暗見えてます。明暗のとこできっちりどんだけワームをアピールできるか、誘わせてこの間ですよね。よし、来ましたね。なんだ、アジちゃんか。アジちゃん、がっぷりですね。ちょっと横から食ってる感じはありますけど、おらおら、元気がいいですね。あげないよ、ありがとう。お母ちゃん、お母ちゃん、お母ちゃんどうしたよ。ちょっといいか、休憩しようよ。ダメだ、これいいでしょう。ティフトの新商品だよ、スパイラルクローだね、新しいやつ。ということで休憩中にこのスパイラルクローの水中映像を見てもらいたいと思います。どんな動きなんですかね。
さあどうだったでしょうか。次の取材の時にでもスパイラルクローを使ってみたいと思います。風やみましたね。これ今度は今下げからの上げを狙ってるんですけど、若干流れが効いてきて当たった。あ、風が止んだのでまた VR ヘッド 0.4g ですねの、これは吸い込みの方ですね、アウトゲーブになってる。でワームが先ほどと同じのオレンジですね。当たりが出てちょっと期待大ですね。やっぱりうちのワイフは正座をしてますね。ちょっと怖い。ほら来た。切れた。切れた。合わせが早い。早いっていうかゴリゴリしすぎだよ。当たりは出るでしょう。若干こっちよりも向こうの方が明暗の明かりが濃い気がするんだよな。ちょっといいか、そっち行くから移動します。濃いな、やっぱりここはすごいっすね。明暗が濃くて、今ちょうど船の先端から少し右寄りに投げました。明暗の濃いとこに入れて、で一回明るいとこでアピールさせて手前の明暗でっていう感じですね。来ましたね。おーし、アジちゃん、アジちゃん、アジちゃん、丸波ですね。やったね。やりました。やりました。イエーイ。ちょっと嫁にも釣らせたいので、竿をチェンジします。悔しそうな顔してますけど。どうなんだろう。さあ、いかがだったでしょうか。台風通過中のアジング。まあ風も強いってことで、最初 VR ヘッドの04を吸い込みとリトリーブと2種類を使い分けたんですけども、やっぱりどうしてもホールスピードだったり当たりが取れないっていうので06、ブルヘッドの06を使うようにしましたね。正解でしたね。ワームは嫁が使ってたのがエビキンで、自分が使ってたのがスイッチブルー。嫁の方にはこれで花台が来ましたね。いい花台が。次に使ったのがヴィーナス。まあ基本はこの状態でいいんですけども、ちょっとショートバイトが明らかに多かったので、吸い込ませるために少し切って、少しでも吸い込みを良くするためにちょっと切りました。実際今回はそれが良かったですね。あ、かかった。え、メバル。メバル。さあ、ということで嫁もなんとかメバル釣れたことですし、今後とも嫁と二人で楽しいアジングを伝えていきたいと思いますね。乞うご期待。またね。この前言われたのはフランス人って言われました。しかもこれ本当の話なんですけど、インドネシア人にフランス人って言われたんですよ。今後とも楽しいアジングを嫁と二人でね、はい、お伝えしていきたいと。いや、俺今いい感じだった気がするんだけど。いや、口がかりします。これ未だかつてないんじゃないですか。これワームぐちゃぐちゃにされちゃったし。愛してるだろ。いつも仕方されるんですよ。じゃあこれ普通なの。そうです、全然普通ですから。これが